まあ、どうその同じ年であるんですけど、しかも俺3日後なんですよ、そうですね、Jリーグ始まって生まれたのが。でも当然0歳なんで見てないし、なんて言うんだろうな、サッカーがすごい身近に感じてたっていうことはあんまりないですかね。なんか本当たまたま始めたっていうか、もともと親父は野球やらせたかったから野球を多分やらされそうになったんですけど、とにかく野球はやりたくなかったっていう記憶はあるっすね。なんだろう、なんなんすかね。けどまあ多分他のことより最初にやった時に得意だったっていうのあると思うんですよ。なんかスッとこう入れたっていうか、なんだろうな、子供ながらに分かったんじゃないですかね、これあ俺に向いてるわみたいな。多分野球とかはちっちゃい時からそんなできなかったと思うんですよ。だからなんだろう、多分 手を使うより足を使う方が得意だったんだと思うんですよ。あでもやっぱ小学校のうちは、まあ、やっぱプロになる人たちは多いと思いますけど、あの本当点はたくさん取ってたし、なんですかね、でも点取り屋っていう感じじゃないかな、ないですかね。けどもともとちっちゃい時からやっぱ技術で勝負するタイプだったし、そこはもう一貫して変わってないですか。なんかちっちゃい時僕は体大きくて、でその身体能力で何とかしてて、で大人になってプレースタイル変わるとかいるじゃないですか。で多分そういう感じではないです。ずっともともとちっちゃかったし、ずっと技術とかテクニックとかでずっと勝負してきて、それは小学校から今までずっと変わんないです。体力も昔からあったっすね。なんかもともと素走りは大嫌いですけど、別に走れって言われたら走れます。走れるし、そうなんか中学校の時に毎日1時間かけて練習場通って、で夜も1時間かけて帰るみたいな3年間やってたんですよ。チャリです、チャリだけど、けどなんか坂とかあってめっちゃきつくて、それを3年間やったのはなんか意味あったのかなっていうふうには思ってますけどね。けどもともとなんか中学校のそのいわゆるなんか 1500m 走とかそういう体力のやつとかは結構得意な方でした。まあでもやっぱりこうたくさんの人にこう見てもらって、でこうその思いとかそういうものを共有したりとか、こう例えば自分たちがいいパフォーマンスをしていいプレーをして勝利して、で多くの人たちを例えば週末こうなんていうんですかね、いい気分で過ごしてもらうとか、なかなかこうできない仕事だと思って思うし、まあ、もちろん、ね、うまくいかなければいろいろ言われるとか、まあ、そういうのはありますけど、けどやっぱそれも含めてたくさんの人とこう共有できるっていうか気持ちを、まあ、そういうのは素晴らしいなっていうかふうに思いますね。だから自分もなんかこうなんていうんだろうな、ずっと真面目にこうやってきたわけじゃないけど、小学生とか学生の時とかも、けどなんかこうやってずっと一つのことを頑張ってきて、でなんかそういう風な仕事に今つけてる、しかもこう11年目かな今年で、長くやらせてもらってるっていうのはありがたいことだと思うし、やっぱりあのスタジアムで点取ったりとか、まあ、勝ったりとかした時にこうやっぱスタジアムが一体になる感覚とか、ああいうのってやっぱなかなかなんか、こういう仕事、まあ、もちろん他の仕事でもあるとは思うんですけど、なんかなかなか味わえないのかとは思います。そういった意味でも、まあ、J リーグがいいっていうか、まあ、サッカーっていうこういうスポーツ、まあ、スポーツの力っていうか、なんかそういうのはすごいなと思います。そうですね、やっぱり自分がこうちゃんと作ってもらって、やっぱなんていうんですかね、応援してもらってるっていうことに対してはやっぱ常に感謝の気持ちを
持ちたいし、やっぱりそこはこう、さっき言いましたけど共有するもんだから、まあ、悔しさもそうだし勝った喜びもそうだし、まあ、それでやっぱこう組織として強くならなきゃいけないし、それはこうサポーターだけとか選手だけが強くなるんじゃなくて、そういうものも全部こうひっくるめて強くなれるようにっていうところで、やっぱアイスターのやっぱあの一体感とかスタジアムの雰囲気とかはやっぱ自分が日本で来た時から変わらずずっと素晴らしいと思うし、だからこそやっぱりこうタイトルだったりとか、まあ、そういったものをやっぱり自分がいる間に残したいなっていう、まあ、難しいことだっていうのはすごく分かってるし、ただやっぱそういうことを成し遂げたいなっていうのは思います。いや、そこまで考えたことなかったですけど、すごい似合ってるなと思って。そう、でもまあやっぱり自分だけの歌を作ってもらったっていうのは特別なものだし、その応援歌に見合うようなプレーをしたいなっていうのは、はい、やっぱ日々思ってます、いますけど、まあ、やっぱピッチにいる時が一番こう自分を表現できる場所だと思うので、はい、ピッチで活躍したいなと思います。そうですね、まあ、まさか自分が30歳になるとはもう想像もつかなかったんですけど、まあ、まだまだ若いと思ってるんで、ただまあこう講師ともにやっぱこうなんていうんですかね、もうちょっと成長できるように、まあ、やっぱ一段階上がったということで、さらにパワーアップしたいなと思います。